殿町中学校が学校活動の中で集めた義援金を東日本大震災や熊本地震の復興に役立ててもらおうと松阪市役所に寄付しました。松阪市役所を訪れたのは生徒会長の西谷賀門さん、殿町中学校の生徒で構成するイベントボランティア委員会の委員長南野真凛さん、副委員長の酒井あゆさんの3人です。3人は集めた義援金16,288円を竹上市長に手渡しました。義援金は殿町中学校と地域の人々で行う魚井川声ふかしの際や生徒教師の協力で集めたものです。義援金を受け取った竹上市長は、殿町中学校は平成22年からこの支援活動を地域と協力して続けてもらっている、大変ありがたい活動ですと生徒たちに感謝の気持ちを伝えました。今回届けられた義援金は松阪市を通じて東日本大震災と熊本地震の復興支援団体に送られます。生徒たちがその東日本とか地震が起きたことを忘れないようにするためです。被災地の方々が私たちとは違って生活とかで大変なところがあったらそこを直していってほしいです。